分ハロウィンなんですね。なんで、はい、仮装をしております。ハロウィンコスプレするやつだからもうすでにしてるんで、ハロウィン気分満載になっております。ということでですね、今回もこのガチャを使って出たジャンルに合った景品を挑戦していこうと思います。まず金額ですね、はい、1500円。次ジャンル癒し系。では最後種類クッション。ということで今回1500円の癒し系のクッション挑戦していこうと思います。もう寒くなるんで、なんかあったかめのやつが欲しいですかね。ちょっと探してみます。ではもう癒しの可愛いクッションを見つけました。はい、こちらにゃんこのクッション、もう可愛いですね。あの目が何とも言えない可愛い。もうこれを取って、はい、取ります。ではこちらですね、ポイント図で書かれております。文字じゃないのでとっても分かりやすいですね。ということは斜めにするってことですね。で3ボタンがあるんで3番使います。動いていったので、このままもうどんどん横にして進めます。まずい、これ3ボタンを早く押しすぎましたね。逆に3ボタンあるから、あ、押さなきゃいけないんだっていうトラップかもしれない。もしかしたら、わかんない。次押さないでいきます。3は押さず、こんな感じかな。いいですね。やっぱ3を押さない方がいいのかな。奥にある手に引っ掛ければって思ってたんだけど、腕の部分に引っ掛ければいいのかな。猫の、私はですね、どっちかって言ったら犬派なんですけど、でも最近猫ちゃんも可愛いなって思って、で思ってた時のちょっとこの子なんで揺らいでます。これでもうちょいまっすぐにしていけばいいかな。来たね、あともうひたすら突っ込んでいく。そうしよう、まずはちょっとお腹の部分を押し込みましょう。あ、違う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 半分くらいハマってるから、もう次押したらね、取れるよ。マジ？もっと前回奥まで行かないとダメなやつ？はい、こちら！にゃんこ！かわいい！癒しですね、クッション。もう抱いて、寝る。皆さん、この猫好きの皆さんはこれ発狂しちゃうんじゃない？もう可愛いよ、癒しだから。っていう感じで、最近猫ちゃん可愛いなって思うんですけど、猫アレルギーなのでちょっと猫ちゃん触れないんですけど、
この子を抱いて一緒に寝ようと思います。この子はきっと目がかゆくならない、大丈夫。ということで今回癒し系のクッション挑戦しました。皆さんもぜひ癒しのクッションを探してみてください。ということで今日の動画は終わります。また見てね。バイバイ。